なんだろう、この嫌な予感がしまくる。一昔前の悪役みたいな高笑いは。とにかく行ってみよう。私を捕まえに来たはずが、逆に捕まるとは笑いが止まらんな。こんなはずじゃ。貴様を生かしたせいで足取りがついては困るのでな。ここで始末させてもらう。情けをかけて一思いにやるか、それとも私の恐ろしさを伝えるためにむごたらしく苦しめながら惨殺するか、貴様はどっちがいいと思う？そんないいぞ。その絶望に染まった表情がたまらん。死にたくないのならば必死に命乞いしてみてはどうだ。もしかしたら気が変わるかもしれんぞ。泣き、ひざまずき、助けを請うのだ。そして貴様の最も屈辱的な姿と態度で私に服従を申し出るのだ。屈辱的に染まり、一生私に服従を誓うだけで命が助かるのだぞ。安いものだろう。誰があんたみたいな根っからの悪党に服従を誓うものですか。たとえ無残に負けたとしても、この国をもっと豊かにしていくってあの子と交わした約束がある限り、あんたなんかには絶対に屈しないんだから。あの子。そうか、せっかくかけてやった情けを無下にするとは愚かなやつだ。ならば死ね。何？嫌な予感がして来てみたけど、やっぱりお前だったんだな、マザコング。貴様は。けどね、私の目が黒いうちはアイちゃんは絶対にやらせたりはしないんだから。ネプテューヌ。お待たせ、アイちゃん。マザコングにボロボロにされちゃって、これじゃせっかくの可愛いアイちゃんの顔が台無しだよ。可愛い。こんな時に何バカなこと言ってんのよ、ネプコ。今私なんて。そうそう、やっぱりアイちゃんはその呼び方じゃなくちゃね。こっちのモチベーションも上がるってもんだよ。ということだから、アイちゃんの敵は私が撃たせてもらう。変身した？でもどうしてなの？初めて見るはずなのに見覚えがある。相変わらず小さくなったりでかくなったり忙しいやつだ。だがゼロ次元で味わわされた屈辱、今ここで返してやる。やっぱりそうだったの。あなたはあの時倒したはず。さあ、なんでだろうな。なら、あなたの口から聞き出すだけね。二人で盛り上がってるところ悪いけど、私を忘れてもらっちゃ困るわ。アイちゃん、戦えるの？なら敵討ちではなくリベンジに変更ね。でも怪我は大丈夫なの？見てわからない。大丈夫なわけないでしょ。でもね、自分でもわからないけど、なぜかあんたは危なっかしくて放っておけないって気がしてしょうがないのよ。舞ちゃん、そういうわけだから短期決戦で一気に決めるわよ。わかった。私に任せなさい。今度はどう？私に任せて。止める。
めさせてもらう。しなさい、マジコンヌ。そして教えてちょうだい。なぜゼロ次元で倒したはずのあなたがここにいるの？敵である貴様にやすやすと話すものか。あなた何を隠している？さて、睨み合いが続くだけなら次はこっちの番ね。盗んだものを返してもらうわよ。盗んだもの？何のことかな。しらじらしいわね。あんたがプラネテューヌで盗みを働いている証拠は上がってるのよ。これ以上言ってもしらばっくれるってなら強行手段も辞さないわよ。なら、その強行手段とやらをやってみるがいい。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらって。アイちゃん、危ない！え？マジコンヌには迎えに上がったでござる。忍者か、迎えに来るとは気が利くな。だがちょうどいい。鉄と言いますと？この紫色のガキとは因縁があってな。血祭りにあげるチャンスなのだ。マジコンヌ殿、申し訳ないでござるが、拙者の主は将軍以外の者の命令には従えないでござる。ふん、相変わらず面倒くさい男だ。理解していただけたのでござるなら退却を。分かった、頼む。エマくん、これじゃ視界が悪くて何も見えないわ。ほら、貴様に置き土産のプレゼントだ。ウィー、モンスターを召喚した。それでは今度こそさらばだ。また会おうと言いたいが。待ちなさい、マジコンヌ。ネツコ、危ない。これ式、ネプコは、ネプコは私が守るんだから。
イちゃん、私をかばったせいで傷を。こんな時コンパがいてくれたら。そうよ、コンパがいるじゃない。アイちゃん、携帯勝手に使わせてもらうわね。はい、コンパです。こんな時間にアイちゃんから連絡って珍しいですね。コンパ、今どこにいるの？あれ、アイちゃんじゃないです。誰かわかりませんが、コンパは今病院の食堂で休憩中です。なら今すぐそっちに行くわ。あの、もしかしてネプネプです？私のことがわかるの？もちろんです。さっきまではよくわからなかったんですが、なぜかネプネプの声を聞いているうちに思い出したです。コンパ。その後病院に連れて行ったアイちゃんは、ドクターの治療やコンパの看病の甲斐もあり、すぐに元の生活へと戻っていったわ。いやー、それにしてもアイちゃんが私のことを覚えていなかった時は本気でどうしようかと思ったよ。だからそれは何度も謝ってるでしょ。私だってなんでそうなったのかわからないんだから。そうですね、どうして世界中のみんながネプネプたち女神さんのことを忘れてしまったのでしょうか。原因はわからないけど、ことの発端はネプコたち守護女神がゴールドサードに負けた直後から始まったことは確かだわ。けどこうしてネプコが戻ってきてくれたんだし、不思議となんとかなりそうな気がするわ。そうですね、なぜかネプネプならなんとかしてくれそうな気がするです。この新作ゲームの記事が注目を集めそう。早速ブログにまとめる。おお、なんと来期の新作アニメのキャスティングがもう発表だ。まったく今日という日は忙しいわ。アフィモーセス将軍、忍者ステロックス、ただいま密命から戻ったでござる。ご苦労して成果は。こちらが本日から委託販売が開始された同人誌、黄金色の冬休みの新刊でござる。確かに褒めて使わそう。ありがとう、長官。形式バッタンなどはここまでにして。いやー、今回もすまないのステマックス。ネットの通販予約を失敗したときはどうなるかと思ったが。けど今回は本当ギリギリだったんでござるよ。なんと残り3冊。うん、あの時迷わずすぐにお主に頼んで正解だったな。どれ、では早速中を拝見。まあ将軍だけずるいでござる。拙者にも見せてほしいでござる。慌てるデザイン。おお、なんと素晴らしいイラストの数々。朝からなんだかいがあったでござる。やはり女の子は金髪巨乳に限るでござるな、将軍。ああ、まったくだ。これこそまさに真理とも言えよう。やはり豊かな胸は金髪少女に似合う。ああ、そういえば将軍、さっきプラネリウムの元女神ネプテューヌに会ったでござるよ。なんと、行方不明と聞いていたが、まさか生きていたとは。して、どうだった？まさか女神化している状態であったのではなかろうな。金髪でないことが残念なくらいナイスバディだったでござる。そう、羨ましすぎる。まさか直接何か喋ったのか？それが緊張して何も。
相変わらずウシは下手だよな。女性との会話くらいなんともないだろうに。返す言葉もないでござる。あ、そうでござる。将軍もたまには外に出てみてはどうでござるか。もう一週間は引きこもってござるよ。そうしたいのだが、最近は話題性のあるニュースばかりで、まとめてもまとめてもキリがないんじゃ。だがそのおかげでアクセス数も伸びて広告収入も半端じゃ。いつの間にかアット将軍のまとめサイトも知らない人はいないくらいビッグになったでござるからな。これもお主が情報を操作したり、どこよりも早く情報を手に入れてくれるおかげじゃ。ところで、帰ってきて早々で悪いが、またもう一仕事頼めんかの。もう少しで今月の広告収入が先月の2倍になりそうなんじゃ。は、仰せのままに。守備はどうだい？さまか。例のものなら探しているスケッチ。そうか。まだ見つからないのか。実は金儲けにかまけて忘れていたというわけではないよね。忘れてなどいるものか。世界を作り変えてくれた恩があるからな。よかった、忘れていなかったんだね。ところでどうだい、君から見た改変された世界は。そうだな、例えるな。そう、金のなる木だ。昔から人の不幸は蜜の味というだろう。人々が苦しむ姿は大好物なんだ。君もその方がもっと金儲けができると思わないかい？ゲーム業界なんてめちゃくちゃになっちゃえばいいんだ。同士のクエストをいくつか受けてっと、ポチポチ。よし、サクッと終わらせてきちゃおうっと。遠くまで来たものだな。チアリー一匹見かけないとは。それにしても結構歩いたわね。ここいるで少し休む。そうだな、お主も疲れているだろ。今の悲鳴は。いや、ちょっと待ちなさいよ。いや、妙に報酬が高いなと思ったら、まさか大連続資料だったとはね。適当に受けたから敵の情報とか全然見てなかったよ。でもでも
少女よ、無事か？猫？傷を負っているな。少しじっとしていろ。おお、これは噂の辻ヒール？ありがとう。なんかカードから出てきたけど、お姉さんは召喚師的なジョブの人なの？いや、私は。話は奴らを排除してからだ。少女よ、私も助太刀しよう。手伝ってくれるの？助かった。困っている者に手を差し伸べるのは王として当然のことだ。我が名はミリオンアーサー。100万人のアーサーの頂点に立つ王の名だ。そしてとくと見るがいい、我が剣と騎士の華麗なる勇姿を。ハチに行くわよ。獲物は誰かしら？見た目によらずなかなかの手だれではないか。私にかかればこんなもんだよ。と、いや、通りすがりの人との共闘はクエストの醍醐味だよね。私の名前はネプテューヌ、よろしくね。うむ、ここで会ったのも何かの縁だな。こっちの身にもなりなさいよね。すまぬ、少女が襲われていたものでな。どうせ可愛い子だから助けたんでしょ。当然だ。このようなパーカー一枚のけしからん美少女を見捨てられ、5本、王たるもの、先陣を切って戦い民を守らねばならぬ。それが、はいはい、その子も無事みたいでよかったわ。私のサポート妖精だ。アーサーである私のパートナーのような存在だ。パートナーだと思っているならもう少し私に気を使ってくれてもいいのにな。ちいかまちゃんがミリオンアーサーちゃんのサポーターで、ミリオンアーサーちゃんがアーサー？アーサーって何？混乱してるわよ。ああ、すまぬ、説明が足りなかったようだな。我々はブリテンという島国からやってきた。アーサーというのはブリテンの王の候補者のことだ。候補者は全員アーサーという同じ名前で呼ばれているの。中には所属している派閥によってケンサーやギーサーと呼ばれる者もいるな。現在アーサーはおよそ100万人ほど存在しているわ。おお、そういえばさっきも100万人の頂点とか言ってたよね。100万人のアーサーの頂点。
真の王、それがこの私、ミリオンアーサーだ。覚えておくがいい。まだ候補だけどね。女神候補生みたいな感じなのかな。ネプギアたちが100万人いるのかな。この大陸は王ではなく守護女神と呼ばれるものが統治しているのよね。そうだよ。何を隠そう、その女神の一人が私。なんだと。確かにこの因子は。あなたプラネテューヌの女神ネプテューヌね。やっぱっさり信じられた。ここは疑われてからの変身でおおってなる流れじゃないの。てか私まだ妖精さんに名乗ってなかったよね。もしかしてエスパータイプだったり。ここはプラネテューヌ寮でしょ。来る前に一通りのことは調べているわ。ふむ、女神か。よし、決めたぞ、ちいかま。私はネプテューヌと共に行く。またそんな急に。プラネテューヌに住みたいの？新しい住民は大歓迎だよ。いや、我々もお主と同行させてほしいのだ。戦いに関しては協力できるだろう。あなた、旅の目的は忘れてないでしょうね。可愛い子についていきたいだけじゃないわよね。騎士を作るために有能で新しい因子を探すことだろ。そんなことは分かっている。私たちはこの地に来たばかり。そして彼女はこの国について最も詳しい女神なんだ。まあ私たちにとっては得策だけど、あなたはついでいく気満々だとしてもネプチューヌにも都合ってものがあるじゃない。私的には仲間は多い方が楽しいから全く問題ナッシングだよ。あるいいの、本当にいいの。女神との出会い、まさに王となるべき我が運命であろう。改めてよろしく頼むぞ、ネプチューヌ。なんか申し訳ないけどしばらく500回になるわね。よろしくね、ミリオンは。長いからミリアサちゃんでいい？ああ、好きに呼ぶがいい。